今回はこれから WSOP のラッキーセブンというトーナメントに出場します。このトーナメントはその名の通り7にまつわるイベントとなっております。7人プレイヤーで行います。参加費が777ドル、優勝賞金が77万7777ドル、日本円で約1億円となります。7人プレイヤーでフルリングよりもこなせるハンド数が多くなります。このトーナメントを楽しみにしていました。詳細話していきます。4万点持ちでデイ1のフライト ABC に分かれています。本日はフライトの C、 30分ストラクチャーで4万点持ち、100、200からのスタートで、本日は22レベルまでプレイします。レイトレジストは12レベルまでできます。本日の最終レベル22が15,003万のアンティが3万、最終レベル 1.3BB 持ちです。通過率は1桁前半、デイ2からは40分ストラクチャーで、2日目も勝ち上がると最後デイ3で FT たどり着きます。ちなみに去年は約7000エントリーでした。インマネは同じく上位 15% で、ミニマムインマネが1244ドル、500位で1710ドル、100位で3670ドル、50位で8500ドル、30位で15680ドル。ファイナルテーブルがラッキーセブンなので7人となります。7位が66,777ドル、5位が116,777ドル、3位が207,777ドル、2位が407,777ドル、そして優勝が77,777ドルです。今入場開始となりましたので早速着席します。僕は前もって受付済ませてきました。開始の 2,30 分前なんですけど、すでにレイトレジストで行列できてます。7人テーブルで行うので、いつもよりもディーラーとテーブル確保するのが運営も大変です。着席しました。テーブル一番乗りです。4万点確認しました。1回目のブレイク入りました。23,400点です。ラッキーセブン7人プレイヤーなんで快適ですね。プレイしてすごい楽しい。参加できるハンドも多いし、前半に3ベットポット勝ったり負けたりで、その後大きいポットで負けました。ペアザボードで自分がフラッシュで、相手からレイズオールイン食らってホールドしました。キングハイフラッシュで、それでだいぶ減らしちゃって、エース6スートでオールインして1回ダブルアップすることができました。早くも飛びそうだったんですけど、それでなんとか1万数千点になって復活したって感じですね。会場はメタメタに混んでおります。これトイレ行くのも一苦労ですね。ウェイティング今並んでるんですけど、これ全く進んでないです。混みすぎちゃって今レイトレジストの受付してないですね。ここで皆さん待っています。会場特に混んでるので、 WSOP は余裕を持った行動をお勧めします。当日レイトで入ると大変なことになっちゃうんですね。人気のイベントだと。原点に戻りました。39,500。今飛び出したことを報告いたします。ショートになって 13BB ぐらい、相手のオープンに対して77でスモールブライトからプッシュして、 A シーズとオールインになりました。最悪の組み合わせだったんですが、なんと77が3カードになりまして、ラッキーセブンで A シーズを相手にダブルアップすることができました。その後にストレートができて、そこそこ大きなポットを取ることができて、一時ほぼ原点まで回復したんですが、
ブラインドが上がっていき500戦手が入らず削られていき BB ディフェンスで何回かポット落としました。その後にボタンのオープンに対してスモールブラインドからテンズで 20BB ちょっとプッシュして相手がキングス、相手がフルハウスになってターンでドローイングレッド、ここでラッキーセブン敗退となりました。トーナメントで飛んでしまって時間ができたのでラスベガス観光してリフレッシュの旅に出ます。こっちに来てからポーカーのトーナメントとキャッシュゲームとあと編集作業ですね。せっかくラスベガス来てるのに観光らしい観光っていうのをしなかったので気を晴らしつつ皆さんにラスベガスお届けしていきます。ホース州の会場になるんですけど繋がっててベダー城に向かうことができるんですよ。でねホース州からベラージュに向かう通路なんですけど、ここの通路で特に3被害が多発しております。カバンを通行途中にチャックを開けられたりとかすれ違いざまにぶつかって財布を抜かれたりすることがあります。 Twitter で日本人がもう7、8人ぐらいスリの被害やってます。僕今エスカレーター今乗った時も真後ろに今つけられたんですよ。そういうつもりはないかもしれないですけどちょっと怖いですよね。バックは必ず肌身離さずここの通路多いらしいんで、カジノだとカメラいっぱいあるんですけども、それでもバカラとかクラップスとかサイドギャンブルに夢中になっている時にバックごと行かれちゃうってことは結構あります。気をつけて過ごせばほとんどのことは回避できると。今日は特に暑いですね。ベラージオの噴水がすごく綺麗なんですけど今年まだ1回も見てなかったんでちょっくら行ってきます。すごい日差しだ、カラッとしますね。これ40度ぐらいあると思います。真夏のラスベガスです。向かいにベラージオを見ました。ベラージオの噴水は日中は30分ごとにショーがあります。今時間が20分ほどあるんでベラージオの中入って探検をしていきます。皆さんにねどうしてもね紹介したいゲームがあるんですよ。それが後ろの大馬パカパカの競馬ゲームなんですけど、ゲームセンター的な感じで実際にベットすることができます。まだ1回もやったことなくてちょっと覗きに来たら空きなしでウェイティングとなってます。大人気です。ベットしました。1番の馬にかけました。1番あそこですね。後ろやばい、一番後ろだ。さて頑張れ。1番来い。2着だ。4番に負けた。2000名いきます。次はですね2番にかけました。単勝1番人気に3ドルベットです。私期待値マイナスのゲームにはねあまりたしなむ程度でしかベットしたくないんですよ。でも楽しみます。私がかけたのは2番です。あと2番ちょっと出遅れてるか。痛いあそこです、あそこです。今は4番手につけてますね。お、来た。2番やった、来た。2番1着になってくれました。配当ゲットです。ビデオポーカーして遊ぼうかなと思ったんですけども、そのままキャッシュアウトします。キャッシャーで6ドル換金します。この意志の固さと立ち回りが私が長年生き残ってきた秘訣です。今奥のキャッシャーで6ドル換金してチップ1ドル払いました。差し引き0ですね。プラマイ0、これでいいんです。ここのストリップ通りは黒人2人組が無理やり CD を売りつけつけ日本人がお金を巻き上げられるという事件が起きています。毎年被害が出ていて、親切に装って CD にサインをして無理やり売りつける、財布を出した人が財布の中身ごと全部取れたというケースもあります。気をつければ大丈夫です。基本無視しとけば OK です。1番のスポットまでやってきました。ど真ん中です。もう間もなく噴水ショー始まりますね。後ろに大きくそびえ立つのはベラージオ。噴水ショースタートです。高いな、すごい。水しぶき飛んできますね。すごい迫力だった。ラスベガス来てるんだったら一回は見ておかないとね。ラスベガスの外がすごく暑くてスターバックスに涼みに来ました。長時間歩くんだったら水は必須ですね。向かいにですねでっかいコカ・コーラの瓶が見えます。左側にはギターがありますね。ストリップ街まっすぐ歩いてきました。見えてからがちょっと長いんですよ。竜の女神が、見えます。こちらです。そしてねアメリカの国旗が後ろが MGM のライオンにあります。僕マカオに住んでた時ウィンの村のマンションに住んでたんですけど、隣が MGM でよくあのライオンの像を見てました。そして後ろにはすごいお城が見えてきました。こっちにはあのジェットコースターあります。さっき走ってました。もう高いなあれ。
後ろ舵取りになりますね。すごいや。今タクシーに乗ってダウンタウンの方までやってきました。ラスベガスの前の中心街、初めてダウンタウンを訪れた時にその雰囲気がすごく素敵で忘れられなくて、夜になるとフリーモントがショーやってるんですよ。暗くなるまでこのゴールデンナゲットでポーカープレイします。ダウンタウンで唯一ポーカールームあります。ポーカールームの看板発見です。早速名前入れていきます。名前入れました。ワンツーが5テーブルと2-5がワンテーブルになってます。ワンツー呼ばれて着席しました。ノーマックスになってますね。1000ドル置きました。 500BB ですね。ディープスタックで打つことができます。2位5の方もノーマックスでした。終了しました。122ドル勝ちです。61BB 勝ちました。クイーンズ対キングスのオールインで150BB ぐらいで失ったんですけど、リンパーに対してエースクイーンで思いっきりエースしたらプロップでストレートになって、相手がクイーン9オフが残ってて、ストレートの対決でプラテンしました。その後も結構ポト取れて、今日はね 5BB オープンを採用してました。隣のおっちゃんは20ドルの 10BB でオープンしてましたね。暗くなったらすぐにやめようかと思ったんですけど、ただ思いのほうが楽しくなっちゃってちょっと延長してやってました。純粋にポカ楽しんでるって感じですね。隣にマダムがいて、お酒飲みながらプレイしてるおじさんがいて、レッドというゴールデンナゲットカジョンにあるレストラン来ました。ヌードル系売っていますね。こちらがスパイシーダンダンヌードルになります。イメージしてたのとだいぶ違いました。いただきます。辛いかなと思ったんですけど、マイルドですね。全然いきます。ダウンタウンの街並みをご紹介いたします。見えました、見えました。日曜日でいろんな人がパフォーマンスやってて、すごい賑やかで、この雰囲気がね、いいんですよ。Dance is calypso, left to right is the tempo. And when she gets a sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Oh yeah, I believe you. Jump in the line. 今刃物
振り回してて警察官に捕まってる人いました。浮かれすぎもほどほどに。とりあえず十分楽しめたということで今日は休むとします。この辺でとか締めさせていただきます。ありがとうございました。